ブルームバーグタワーはニューヨーク市ミッドタウンのイーストサイドにある140万スクエアフィートのガラス張り超高層ビルである。タワーにはブルームバーグ小売店、レストラン及び105高級コンドミニアムの本部が入る。住宅はワンビーコンコートとしても知られており専用の入り口が利用される。タワーはニューヨーク市で15番目に高く アメリカ合衆国では46番目に高い。55階建てで高さ806フィート。以前アレクサンダーズデパートが建っていた歴トン街731号に位置し、同じブロックを占めている。2004年に開業した。空となったアレクサンダーズデパートが取り壊された3年後、2001年にブルームバーグタワーの建設が始まった。建物は ボルネード不動産トラストによって開発され、シーザー・ペリによってデザインされた。建物は、歴ントン街と3番街、58丁目と59丁目の間のブロックがすべて使われている。タワーは、7階のアトリウムによって、上のスチールオフィスと小売業に分けられ、複雑な2種類の構成をしている。58丁目と59丁目を結ぶワンビーコン、コートの中庭を、 設計は、グランドセントラル駅、ニューヨーク公共図書館の閲覧室、ロックフェラーセンターのスケートリンクなど、他のニューヨークの建物に影響を受けている。ガラス壁面は、上へ上がるにつれてわずかに内側に傾いており、庭の周囲で曲がっている。ワンビコンコートはもともと住宅として考えられていたが、一つのスペースとして、営業を統合したいと考えるブルームバーグは、 タワーの70万スクエアフィートのオフィスを賃貸するボルネード不動産トラストと契約を取り行った。取引の一部としてブルームバーグは会社の要望に適するように4000人の従業員のデスクや中庭を結ぶアトリウムなどを含んだ場所をデザインすることができる。ボールゴールドベルガーは2007年8月6日雑誌ニューヨーカーで エレクトロニクス時代に本当に設計されたニュースルーム。圧倒される職場の環境は洗練されているが平凡なビルではないとオフィスを賛美した。2011年までにブルームバーグは他に20万スクエアフィートを731歴ントン街のオフィスに加え、さらに120パークアベニューで構築されるフィリップモーリスビルで40万スクエアフィート広げる計画を明らかにした。 ザホームデポの全国チェーンや H&M、ザコンテナストアなど主要な小売業のテナントは、この地区に店舗をオープンさせている。タワーにはさらに、2006年にニューヨークパレスホテルから移転した資料抹消にニのレシルクもある。ありがとうございます。